投資利益をいかに得るか、そこをどういうふうに育てていくか。自分のこう出身のところだから放っておけないんだよね、やっぱ。よしかチャンネル。次なんだけど、はい、龍蔵って今どういう役職なの？ヘッドオブコーチングっていう役職名です、はいはいはい、これはアカデミーのスポーツダイレクター的な存在というか、僕はそのアカデミーのサッカーパフォーマンスのマネジメントって感じですね、うん、やってることとしたら、そのまず一番最初にやったのはスタッフと共に、まあ、僕が仕切ってですけど、フィロソフィー作りですね、うん、まあ、子供に伝えるときはアカデミーの基本的な考え方っていう感じのフィロソフィー、うん、でその中にブレイクダウンしていくと、プレースタイル、プレイングフィロソフィーがあったり、うん、コーチングフィロソフィーがあったり、パッ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 と出て、うん、実際さ、それをそのコーチに伝えていく、まあ、教えていくっていうか、これって難しいよね。これだから最初うち20人マネジメントチームも入れたら24人5人いるんですよ、全部で。なので、まずコーチングスタッフには一人一人ワンオンワンで、まあ、こういうものを作るんだと、うん、なぜそれが必要なのかっていうこととかをいろいろと話して、違う、こう作ったからこれやってください、ドーンって当たって、自分が指導者だってやってたら、いや今までやってて成果も出てるしとかって言ったら、それは聞いてくれないっていうのも分かってたんで、そこの作業が一番大変だったのもあるけど、一番いろんなスタッフの意見とかも聞きながらだったから勉強にもなりましたね、うん、その中でも自分のサッカー感というか、でエスパルスの文化っていうものがあるんで、うん、歴史がね、はい、そこをベースに自分のサッカー感とスタッフのサッカーのすり合わせて叩き台をポンと作って、例えば、オープンの定義っていうのは、まあ前向きにパワーを持ってボールが何でもできる状態というかね、まあだからもうこれだったらオープンじゃないですけど、うん、これだったらオープンなわけですよね、うんうん、まあミドルサード、僕らはエリア2って呼んでますけど、うん、A2 でオープンだったら、もう基本的にはもう当然優先順位はもうディフェンスラインの背後だっていうところで、オープンだったらアクション、うん、オープンアクション、そこから先にどん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 変化でつながっていくっていうのは、まあ、こういうちょっとしたプレイングフィロソフィー、プレイスタイルのところとかをエリア1、2、3で攻守でバッ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 とある程度作ってるんですよ、はいはいはい、でそれを半期に1回というか1年に2回ぐらいですかね、うん、ほんのちょっとずつマイナーチェンジをしていくっていう作業ですね。で実際今年はロティーナさんになって、まあ、その辺とかもそこ今まであったものにプラスして、そういう話聞いたら、うん、またそういうのをちょっとしてまたアレンジしてとかっていうのもやってますし、それを指導者で CPD プログラムっていうのがあって、月に一つのテーマで、うん、それで結構大規模な指導実践会もやったりしますね。エスパルスの、はい、まあ、エスパルス、まあ、静岡の県民とかからすると、やっぱりエスパルスってすごい人気クラブじゃない、うん、で 今のこのアカデミーのところからするとロティーナ監督になって、どういう選手を育成していきたいんだと、どういう選手をエスパルスのトップチームは求めて、その辺はどうなの、うん、僕の仕事の中で そのヘッドオブコーチングの役割って、やっぱりジュニアからバーッと育ってきた選手をどうトップに結びつけるかとか、うん、ヘッドオブコーチングの研修で絶対なのが投資利益をいかに得るかっていうところなんで、うん、アカデミーが今まではどうしても生産性のない部署というか、うんうんうん、お金かかる一方じゃんみたいな感じになるんで、海外の場合やっぱり違うところがあるので、いや南米なんて特に違うよ、どうしてもまだ J リーグというか日本のこの構造上なかなか簡単ではないんですけど、うん、でもどんどんそういうふうにしていくことがクラブの発展にもなるし、うん、日本サッカー界の発展にもなるし、うん、でもっと言ったら地域の発展にもなるんで、うん、そういうところは目指していきたいというところで、僕らみたいなその今役割というか役職が生まれたんですよね、うん、今感じてるのはやっぱり日本で18歳、日本代表ですよ18歳の、うん、と言ったって480万か、うん、マックス UC 契約480万の選手ポンと上がる、うん、でも10倍の4800万の選手がすでにいるとか、
もっと言えば20倍の1億の選手がいるってなったら、うん、監督からしたら、うん、絶対にこっち使いますよね。当たり前じゃないそれは、うん、こっち使わないで負けたら大損害ですからね、うん、なのでユースまではすごい試合数も多い、うん、いいタレント でも上に上がったら試合ほとんどできないっていうようなこともあるのが今の日本のサッカーの一番の問題点かなと思ってるんで、うんうん、その U21 というか U23 ぐらいまでですかね、そこをどういうふうに育てていくか。いや、清水とかね、うんうん、静岡には本当タレントはすごいいると思うの、はい、でしかもサッカーやる土壌とか歴史がすごいあるし、うん、サッカーに慣れてる、まあ、習慣づいてるっていうね、はい、ところはあると思うけど、この選手たちが結局その蓋を開けた時に、じゃあ今のロティーナさんのサッカーのところで何人主力として出て、何人その選手たちが育成年代で日の丸つけてきた選手が代表チームでも活躍するっていうのは時間かかりますかね。高卒ですぐポンとこうタフに戦えるっていうところももちろん大事だと思いますし、うん、あとはやっぱりそういう選手たちがうまくフィットするように、どのクラブもそういういい流れが出てる時と一回そこからまあ選手層が変わったり、今特に難しい時期に来てると思うんで、うん、いい選手育ったなと思えばやっぱりその選手たちは海外に行くとか、うん、すぐ移籍でどっかにっていう時代になってるんで、だそういう意味ではバランス、ベテラン、中堅、若手っていうこのバランスを常にどううまく保つかっていうのが、うん、クラブの腕の見せ所かなとは思ってるんですよね、うんうん、で特にやっぱり清水の地域って本当サッカー文化の素晴らしくよく根付いているというか、小学生のサッカー大会にテレビがバンバン入る地域ですからね。そうですよ、はい、みんなに愛されるような、もっともっと愛されるようなクラブにここからどういうふうにしていったらいいのかなっていうのは、微力ながらもちょっと力になれればいいなとは今考えてますけどね。やっぱさ、俺エスパのさ今の練習場が俺らの練習場だったわけよ、もともと東海のね、はい、それこそ美穂っていうエリアにそれこそ高校もあったし、はい、もっと言ったら自分がサッカー以外でも育ってきた土地なのよ。一つの言葉でエスパルスっていうだけじゃなくて、やっぱり育ってきたから自分がそこでさ、自分のこう出身のところだから放っておけないんだよね、やっぱ。だからそうなるといろんなこう愛情なんか感情も持ちながら、俺もこうやっていろいろいつもエスパルスのこと喋らせてもらったりするけどさ、はい、そうするとどうしてもさ、なんでこんなにいい選手たちがたくさん出てきてるのにそこのトップのところにスライドしてこないっていうか、そこはなんかねすごい感じて、今度はその育てた選手っていうよりも学園から入ったじゃない。そうですね、はい、静学から、うん、これはなんか意識してやったの、これは取ったっていうの。今回のはやっぱり静岡学園さんはやっぱり静岡の誇る素晴らしいこう伝統があって、まあ文化というか、まあ、それも確立されてる、アイデンティティの確立されてる高校だと思うんですけど、僕らエスパルスとしたら当然エスパルスのアカデミーで育ってきた選手が上に上がるっていうことは素晴らしいことなんですけど、うん、自分たちのところは強さとかっていうのはもちろん求めるけど、うん、でもやっぱり地域の指導者とも共に、うんうん、共同でいい選手を育成していこうって、もう当然そういう思いでやってますから、それはジュニアユースもそうだし、うん、ユースのところでももちろんそうですし、なのでやっぱり地域の選手っていうのがやっぱりエスパルスに来てくれるっていうのはすごい個人的にはいいことだなと思いますし、なるほど、そこに負けないように今度はじゃあうちのアカデミーももっと頑張ろうになるし、だから今回のでね、今後静岡のところの選手がやっぱりエスパルスに行って地域愛を持った選手が来る、どん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 来てもらうっていうのはすごいありがたいというか、個人的に嬉しく思いますけどね。なるほど。スカウトの皆さんお疲れ様でしたね、はい、本当ですよね、まあ、学園から入ってくるとよかったなと思って、そこは一つ思いました。チャンネル登録お願いします。